面識はありませんが、リリー計画のリリーのことで彼女のことは知りませんが、本物のリリーも私を愛してくれ、それに私だって。でも家族も、私には家族のためという理由一つで。気に食わない考え方ですわね。家族や愛をないがしろにするあなたが。むしろ人間でありたいから。不可解ですわ。私のコピーなのに。同感ですわね。愛こそ人間文化だし、人間らしくない人間ですわ。人間らしくないですか。なら、せめてこの戦いは。はい。あなたはリリー計画のリリーを壊した EVE です。亡き妹のために戦えば、ますます不愉快ですわ。愛は人なら、あ、見返りを求めない。私が人間、冗談よ。それジンヤル出典第4ゲーム楽に手上げますわ。揃いも揃って、わずらわしい。ミコト、交代を頼みますわ。任せろ。最後の EVE、私につくなら、あなた一体だけなら、標本として生き残る。今さら交渉？なんだよ、ずいぶん余裕がなくなってきたじゃないか。確かに存在。疲れるも悪くない話だと思いますが。お断りだ。確実に行き、私は欲張りだからな。ただ行きたいわけじゃない。だからそんなダサい選択肢は選ばない。あなたはそんなことは宣告承知だよ、エノア。行けるか。うん、倒して行こと。待ちなさい。本当にこ、は？レーベン、アミの回復、あなたの戦闘補佐、あなたまで反逆抑制機構に倒れたら。それがどうした？うちのエノアがオッケーを出したんだ。問題ない。リスクを、私の提案を受け入れた方が。お前が言ったんじゃないか。私は愚かなの？怖くはないのですか？家族を信じられずに怯えることに比べればマシだ。大地、こんな見えすいた時間稼ぎに付き合う義理なんてない。失敗が怖いのは、恐怖してるのはお前の。時間稼ぎ？私が、人間が、あなた方のように人、私はただ人類の存続のため、私ですが、
先ほどの人間の崇高さを、偉大さを理解しな。できない相談だ。大切な奴の前で。私がエノア、どうしたの、ミコト。人類直前進化。クライマックススタート。オーバーロード、ミコト。